こんにちは。スタジオアップルシーの子育て悩み応援相談員の阿部です。今回のテーマはこれです。5つの約束で子供は変わる、その5です。今回のルールはこれですね。子供を家に閉じ込めないで外に出せ。まあ、この並川瑛太先生のあのルールの中の一つ、まあ最後のものなんですけども、結局まあ、この間のものとちょっと4つ目とね、すごく似てるんですけども、やっぱりお母さんっていうのは自分のね、お腹を痛めて産んだ子ですから、ともすれば自分の体の一部だとか思いがちになってしまうんですよね。そうすると何かあれば守ってしまうになってしまいますので、やっぱり外に出ていろんな厳しい体験をさせようということなんです。まあ人生を旅に例える方っていうのはすごく多いんですけれども、あのすごい辛いこととかっていろんなことを経て人間っていうのはやっぱ成長していく過程があると思うんですね。特にあのお坊さんとかは早く修行に出されたりとか、あと歌舞伎の伝統芸能なんていうのも小さい頃から修行っていうところを経て、やっぱりいろんな感情とかいろんな経験を積んでいって立派な大人になるっていうのがあります。ですからこうすごくバランスがやっぱ難しいところなんですけれども、あのやっぱりいろんな経験をさせてあげてください。そしてやっぱりお母さんとすれば信念をねしっかり持って最後は守ってあげるけれども、そこまではある程度ね自由にさせる、お子様を自由にさせるっていうことも大事だと思うので、この5つ目のルールぜひ頭に入れていただければと思います。本日は以上です。ありがとうございました。